ハイジ3の5セカンドアンテン、ボールオン時時20ヤード8周右、ダブルスロットのショットがスロット左へモーションしてトリップ、リードオプション5番がピッチ、それがこれを翔英がリカバー、シーターンオーバー、翔英の攻撃。